のぞみでございます。今与那国島の上がり崎にいます。今日はですね、上がり崎三人の台文化岩ですよね、そして立神岩、ちょっとね、まあ、定番のまあ観光スポットなんですけども、ちょっと久々に、こっちの方に来ることがありましたので、ちょっと紹介したいと思います。今日の天気はですね、まあ晴れですね。このあと、まあ、台風9号、11号が、ちょっとね沖縄に接近してますので、ちょっとこれからね、波のしけとかね始まると思います。風はまだ大丈夫ですかね。はい、こういう感じで、まあ、ちょっと与那国今見に行きましょうかね。はい、で、まずここですね、ここがですね縦口入りといいまして、これは昔ながらの海上監視の見張り台になりますね。はい、では、まず馬を求めてね、ちょっと行きたいと思います。ではこの縦口入りを後にですね、ちょっと進んでいきたいと思いますけども、この縦口入りから見える景観がねこのようになっております。はい、前に見えます山がですねこちらです。こちら浦部岳ですね、標高が231メートルになっております。とても台風前とは言えない、まあ、静けさですね。じゃあ今日はまず灯台の方にね、ちょっと行きたいと思いますね。行きましょうか。暑さはねまだそこまで暑くないですね。はい、じゃあちょっと車に乗ってね、駐車場の方までちょっと行こうかな。その前にちょっと馬とかね牛がいたらちょっと止まりたいと思います。さあまず牛いました。顔が白いでしょう、パンダ牛。そして、奥にね馬いますよね。はい、馬と牛ね特に仲悪いわけじゃなくて、むしろ仲がいいんじゃないかと思いますけど、やっぱ暑いとねここちょうど日陰になるので、まあ特に牛ですよね、牛がこう涼んだりするんですよね。起き上がりましたね。なかなか迫力がありませんか。あ、向こう行った。さあこの裏側にね、馬いますね。1,2,3,4,5頭ぐらいいます。ここから見る景観はねこのようになってますね。上がり崎の駐車場に来ました。まあ、初めて来る方はね、上がり崎の駐車場めちゃめちゃ広いんで止め放題になっております。この駐車場にもね、ちょっと馬の姿は見えませんけども、ちょっと今から灯台付近の方にね、行きたいと思いますね。では上がり崎、歩いていきましょう。これね東と書いて上がりと言いますね。行きましょう。まあところどころこのように馬の糞とか落ちておりますので、まあ気になさらず行ってくださいね。今は観光の客さんがね一組だけですね、レンタカー1台止まってたんで、はい、ガラガラでございます。
駐車場からそうですね、まあ、50メーター歩くとこのように展望になっております。僕がだいたい海来るときはね、このようにゴリゴリに引いているんですよね。やっぱ石垣島じゃなくても与那国でも引いているという、ね、感じになっております。後からあそこのね下にもちょっとね降りてみたいと思いますけども、馬がね、あ、ちょうどあのあそこほら見えますか、東屋のところで進んでますよね。ちょっと行ってみましょうか。いないね全然。せっかく会いに来たのになんか全然少ないね。行きましょう。さあ東屋の方までね歩いてきましたけども、やっぱ進んでますね馬。ちょっと待って、めっちゃここめっちゃうんち落ちてる。ここ進んでます。風が気持ちいいね。風気持ちいいから日陰だと相当結構涼しくね感じると思うんですけど、いましたいました。ちょっと挨拶していきましょうかね。めちゃくちゃ進んでます。ちょっとだけ中入ったろ。気持ちよさそうやね。ほら毛並みがなびいておりますよこれね。気持ちよさそうやね。何を考えて過ごしてるのかな。見てください、ほらあいつ、あいつめっちゃ寝てるんじゃない。めっちゃ顔がトローンとじゃないですか。ほら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 柱に寄りかかってるっていうか、お互い何を思いふけてるんやろうか。じゃあ馬が進んでるので東大付近行きましょうか。東大付近はねちょっと馬 いないんで、ちょっと久々に東大から見る景観ね、まあ東大はまあ登れませんけど行きましょうか。で、ここトイレなんですよ。あそこ使えませんのでね、皆さんね、上がり咲きのトイレは使えませんので、一応馬の水飲み場になってますんでね、気をつけてください。ですからお手洗いここないです。はい、で次のね軍艦員は3人ぐらいもお手洗いないんで気をつけてくださいね。この辺でお手洗いあるの縦紙岩になりますね。じゃあ行きましょうか。じゃあちょっと行きましょうか。まあ、せっかくなんでね、天気のいい日とか、まあ、風がまあまあ穏やかな日ね、なのでちょっと歩いてみてはいかがでしょうかね。せっかくなんでこの雄大な牧場を歩きましょうね。もう歩いても全然知れているのでね、行きましょう。東大付近まで歩いてきました。このね、ちょっと石垣のね外にね歩いていきたいと思います。ここも天気が悪いときは外行かないようにね、ちょっと結構危ないかもしれませんので、はい、一応この外歩けます。ただこの柵ね、これ全部台風の影響で取れてます。はい、まあ、サビもね、やっぱ潮風等の影響でサビもあるんですけど、おー、これ絵になるね。この辺もね、馬来るんですよ。あー綺麗。行きましょう。こういう感じやね。そしたら与那国島の最東端、上がり咲き来ました。最東端です。あ、西表島がうっすら見えてるじゃないですか。見えるかなこれ。
非常条件が合えばね、台湾見えるんですよ。台湾ごめんなさい、西表島がね見えるんですけど、見えてるかな、あ見えてますね。ここから西表までは80キロぐらいですかね。今日西表見えてます。今日雲あるからね見えないと思ったんですけど、まあまあ住んでるんですよね。与那国島の最東端到達でございます。海がめっちゃ綺麗ですね。ちょっと風あるか。じゃあちょっとね下の方に降りましょうかね。おお、綺麗な。しかしほらここも噴があるでしょ。ここまで馬来るんですよね。ではちょっとこの下のね有志の方に行きたいと思います。そうそう、さっき言ってたね、ここトイレなんですけど、見てください。ほらほら馬がいるでしょ。水流れてきてるんで、ここでだいたいねお水飲んでるんですよね。ここをたまに大行列になる時ありますからね。でしっかりね馬もね順番待ってるところが可愛いんですけど、まあ一回飲み出したらめちゃめちゃ飲みますよ。じゃあ今からちょっと有志下に降りたいと思いますね。ここからね結構な急勾配になるのでね、見てください。ほら、すごいでしょ。まあ、運転には十分気をつけてくださいね。すごい急勾配です。じゃあちょっとね、下に降りましょうかね。行きましょう。今ね、急勾配降りてきたんですよ。あそこが一番ね、勾配すごいんで。あとは離合気をつけてくださいね。はい。で、この辺にもね、馬いるときあるんで、今1台車降りていきましたけどもね、降りていきます。有志に降りてきました。馬がね向こうに2頭と、こちらにね正面にトイレがあるんですけど、またちょっと馬がですね影に隠れて進んでおりますので、ちょっと行きましょうか。まあそっちから行きましょうね。もうどこに日陰があるかっていうのもね、馬ももちろん分かってるんで。ほらほらほら、見てください。ここいるでしょ。ほら、涼んでまーす。まだここも風が吹いてて心地いいんでしょうね。なんかゆっくり休んでますけど、ほらほら。何頭いるか、1、2、3、4、あ、こっちにもいたね。こっちにもいた。ここもね、一応公衆便所って書いてますけど、これ使いませんので、よろしくお願いします。あ、利用後は必ずお締めください。あ、一応使えるのは使えるんか。はい、進んでますか。おお、親子ですよ。親子ちょっと行ってみましょうか。かわいいね。あ、逃げるか逃げるか逃げるか。ちょっとゆっくり近づいてみようかな。逃げろな。ちょっとこの辺から行ってみようか。ちょっとまだね子供がちっちゃいんでね、警戒してるかもしれませんね。
お、飛行機飛んできました。さあ、あの辺が先ほどね、上がり崎の最東端ですね。灯台があそこにありますよね。でその石垣の外を歩いてたところですね。だいたい海面から100メートルぐらいの絶壁になってます。そしたらですね、次行きましょうか。次軍艦岩行きましょうね。さてさて、軍艦岩にやってまいりました。軍艦岩ですよ。島のね、あの南側になります。波はまあまあ穏やかの方なんでしょうかね。そしたらね、軍艦岩ちょっと切り替えますね。さあ、まず軍艦岩、こちら NHK の大河ドラマ琉球の風って書いておりますけども、これ結婚のロケ地になっております。東山紀之さんとかね、小柳ルミ子さんとか出演されてた大河ドラマになりまして、はい、記念碑が建てられております。でこちらがですね、三人の台、ご覧の通りここね、立ち入り禁止ってなってるんですよ。まあ、ちょっと台風の影響でね、ちょっとこうね、足元がまあ脆いと言いますかね、なのでここ入らないでくださいね。たまに入ってる方いるんですよね、島の方もね。はい、やっぱこういうのはちょっと守っていただければと思います。こう向こう側にね、眼下に広がる千畳岩が、なかなか圧巻な見応えがありまして、これ一回僕船からとドローンで飛ばして見たことがありますけど、なかなかすごかったんですけど、今入れませんのでね、ここだけ本当皆さん注意してくださいね。すごいですね、やっぱこういう断層面ね、八重マスを、なかなかここね結構見応えがあるんですけど、ちょっと行きましょうか。で軍艦岩ね、展望台になっていますので上がりましょうね。ほら来た来た、見てください、軍艦とか潜水艦に見えませんか皆さんね。なかなか雄大な景観ですよね。すごいすごい。さあこちら軍艦岩です。いやー、もうこの景観僕めっちゃ好きなんですけどね、これずっと見てれますけどね。結構足早にね立ち去っていく方が結構観光のお客さん多いですけど、もうここ結構ゆっくりちょっと黄昏てほしいんですよね。続いて立神岩に来ました。ここの景観良くないですか。ほらマジで素晴らしいじゃないですか。あ、車来たね。こういう感じになってるんですよ。めちゃくちゃすごい。で今からちょっと立神岩のね展望台にねちょっと上がっていきたいと思います。さあ立神岩ね、こちらお手洗いありますからね、唯一の東側お手洗いになります。で、まあ、ちょっと1箇所目ね、展望台に上がります。ここはちょっと屋根がありますからね、まあ、暑さは過ごせると思います。上がりましょう。ちょっと久々にこっちも来ましたね。最近ちょっとね観光がはオフシーズンなんで、バス観光とかもないのでなかなか東側って来ることないんですけど、さあ立神岩来ました。こちらでございます。さあいかがでしょうか。こっちね午前中来る方がいいですね。昼から逆光になるんでこちらがいいと思います。さあ立神岩ですけども、海面から約25メートル、そびえ立つ岩になります。与那国の方言でねトゥンガンと呼びますね。
そしてね、この辺りね、あそこね、海底遺跡の場所あたりになります。一番奥の断崖絶壁がアラカーバーナといいますね。海底遺跡の船はあそこまでね、船は進んでいきます。まず展望台からね、見る縦神岩でございます。ここ全然過ごせる、ね、こっち、この展望台から見る上がり崎の方もね、なかなかこう様になりますよね。立て紙は展望台です。じゃあもう一箇所のところにね、行きたいと思います。じゃあ最後、立て紙はもう一箇所のところね、ちょっと上から見るところにね、行きたいと思います。さっきの展望台からここまで車でもう 1,2 分です。行きましょうか。車を降りてこの石垣沿いを歩いてください。正面にあの岩が2つありますから、そこから見る景観ということでね、行ってみましょう。そしたらこの岩2つちょっと登りますね。そうするとほら、こちらの方が結構迫力ありますね。すごい、ちょうどね、太陽真上にあるんでね、若干逆光になってますけど、いかがでしょうか。さあ、先ほどは向こうのね、展望台からこちらを眺めてた感じになります。なかなか見応えありますよね。今回の動画はですね、島の東側、上がり崎、軍艦岩、立て神岩に来ました。10時半に上がり崎に来まして、もう今12時回ってるんですけど、まあ、1時間半ぐらいね、ゆっくり回りました。駆け足で回らないでね、ゆっくりゆっくりちょっと一つ一つね、見てくださいね。はい、で暑いんで、多分これ9月ですかね、まだまだ与那国島暑いので、熱中症対策、水分補給必ずしてください。で島の東側ね、特にあの屋根が少ないです。立神岩の展望台ありましたけどもね、そして自動販売機、お店、島の東側ありませんので、お飲み物も持って、来てください。あとお手洗い、立神岩のみでございます。でこの世見てください、景観が素晴らしいでしょ。島の東側ってね、このように結構異国情緒広がるね、景観がねたくさんありますから、こうやって車を止めて写真撮影するのもいいかと思います。ということでね、今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。スタンドバイミーみたいに歩くか。カメラ消そう、カメラ消そう。ありがとうございました。